ことはもちろんあるんですけども、あのチョコレートでもこしらえたんですね。で、藤原ビル記念切手っていうのもこしらえた、あるいはその先ほど申しました手打ちでですね、これが先ほどのメダル手打ちの図なんです。まず大きなレリーフをこしらえてもらいまして、それを縮小しまして金型に取りました。でその金型に、金属をはめ込みまして、上から金槌でボン叩いたんです。でこの、イベントの名称もですね、あれです、メダルでポンテン、ポンというのはですね、ポンというのはフランス語で橋という意味合いがありますので、ちょうど天神橋の橋、それと人と人との架け橋